第二次。哦。最近单词啊，我很喜欢呢，感觉很养生嘛，就对身体很好的那种感觉。看起来是有点像咖啡厅的那种，还是卖的东西都是什么什么饭啊、面啊、河粉啊什么的，感觉蛮传统的。好，来我们试试看。有四香汤哎！对对对，我最近啊第一次喝这个四香汤，我觉得很好，很养生嘛。嗯，好，我们走吧。没事，走吧。自分で開けてる、ごめんね。谢谢。谢谢。全部来。どうぞ。我要吃什么呢？加加。再去热炒一点。要自由一句，是吧？那我就要吃。那现在好。走吧。我刚下班耶，好饿。好吃吗？嗯。大蒜的味道没有很重，但是我喜欢。谢谢三爷。谢谢。还有四香汤。这个是连上第二次。哦。最近刚吃啊，我很喜欢。感觉很养生嘛，就对身体很好的那种感觉。嗯，重要味，有点重。重要的味道。辛苦了。对呀、啊，因为天气太热了，这礼拜都很热。谢谢。这个就是鸡排。鸡排饭。鸡排饭。这个一百一很便宜，对啊对啊对啊，我觉得这个台北市内吃的话差不多超过150这么大的我觉得两个人吃也就刚刚好、啊、对啊女生的话、可以吃中间吗？嗯，最大的一片。好啊、哦、下面也有其他的东西，下面也有那个小菜啊、茄子啊、什么高丽菜啊，这是什么啊，虾卷吗？哦，好像是虾卷。啊，
好吃，很痛。好吃。一番いいリアクションしてる。肉很嫩。ピースついついだ。嗯。美味しそう。这是吃皮皮很脆啊，很好吃，对，不会冷掉。长。OK， 一个手。哎。这是牛五花冻饭吗？对。但是我觉得这个比较特别，是我在别家吃过的牛五花冻饭，是就牛肉啊、蔬菜啊，就一起炒啊，咸咸甜甜的那种。但是这个有点像日本的我要锅冻、亲子冻，对不对？就是加蛋啊，然后炖的，然后里面有一些洋葱啊、高丽菜，感觉比较健康，然后有很多胆汁吗？就有味道。どうぞ。牛五花冻饭。嗯。嗯。很日本的味道，那个日本的大师啊，日本的高汤的味道，我觉得好吃。谢谢。口味没有很重。嗯。だしの味がする気がする。いいだし使ってる気がする。そういうことは親子丼も美味しいだろう。うん、美味しい。親子丼絶対美味しいと思う。喜んで、あの、分かってるわ。日本の親子丼もね、ラオバンは食べたことあるよ。すげえ。ほんまかしなんけど。では、いただきたいと思います。はい、ライス。これはスプーンの方がいいかな。うん、スプーンの方が良かった。牛五花丼。牛五花丼。なんか親子丼の牛肉バージョンみたいな。うん。他人丼みたいなね。じゃあいただきます。視聴者さん知ってるの？他人丼。下にちょっと書いておきます。他人丼。いきます。有点像日本的他人丼哦。リアクション芸人。うまいねこれ。うん、美味しいよね。うまいね。私も好き。日本人好きの味だよね。これ美味しいと思う。台湾人はね、日本の味を分かってるわ。ちょっと出汁の味強い。うん、でしょでしょ。私の味覚おかしくないでしょ。合ってるよね。これは美味しいです。うん、で95元って安いです。95元なのこれ。95元です。なので100元でお釣りがきますよ。ダメだわ。私取るの下手だから全然。ピント合わねえわ。あ、いいよいいよ。カメラのせいだから。めっちゃ美味しいです。それでは。美味しいらしいです。今夜チャオショーを頼んだら、そこにコンチンツァイもついてきました。日本人が好きな、リベめっちゃ愛だ。コンチンツァイ80元です。それではどうぞ。1,2,3,4,5,6,7,5。 いいですね。はい。辣。要啤酒。要啤酒。老板，啤酒。没有。这个喝啤酒。谢谢你。最好吃的是哪一个？日本人的角度来讲，这个最
考。对对对，我也觉得。然后就在台湾的日本人的角度来讲，这个对他们，这个就很日本味啊，我觉得。这个的话，还是就很台湾在嘛，就芝白啊什么的，然后旁边有小菜啊什么，但是就不会油腻啊，也很健康啊，也有很道。对，我觉得这样子一百一觉得很棒，好吃。好，谢谢你。嗨。OK。那我们吃完饱了，谢谢晶晶。拜拜。拜拜。我要吃饭。